時刻は午後2時を回りました。皆さんこんにちは。この時間はミミリーのスポーツ&バラエティ番組ミミスポの時間でございます。この放送は沖縄市中央パークアベニュー入口国道33丸沿いにあります FM 五山のスタジオから生放送でお送りしていきますよ。お相手は私ミミリーです。よろしくお願いします。番組内では沖縄県に関わりあるスポーツ情報をお伝えしていきたいと思います。琉球ゴールデンキングス、 FC 琉球、琉球コラソン、また沖縄市で春季キャンプを行っている広島カープなどを中心に試合情報や結果などを紹介していきたいと思います。またまた沖縄市内で行われるスポーツイベントの情報もたくさん伝えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この番組ではリスナーの皆様からの応援メッセージ、またはスポーツイベントの情報、参加した感想などのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。またメッセージやリクエスト、この番組ですね、今日はゲストさんが、来られないということなので、お一人ラジオとなりますけれども、今日はゲストさんいないので、ね、リクエストも受け付けておりますは、ホームページからもですね、直接送ることもできますし、また FM 小座ではですね、ラジオが聞けないあの地域エリア外の方々はインターネットを通してユーストリームとツイキャスで映像と音声ネット配信しております。そちらからもですね、コメントどんどん入れていただければなと思います。できる限りご紹介していきますので、よろしくお願いします。まあ、3時までの1時間という間ですが、どうぞよろしくお願いします。皆様最後までお付き合いください。それではここで今日のオープニングナンバー参りましょう。雨の降らない星では愛せないだろう、フィーチャリング高橋愛 by 中高小助さんです。
お届けした曲は中光介、雨の降らない星では愛せないだろう、フューチャリング高橋愛さんの曲をお届けいたしました。 CM の後もまだまだ続きます。この時間はミミリのスポーツ情報番組ミミスポをお届けしております。小杉さんがスタジオ前をバイバイして歩いていくっていうね、お疲れ様でしたさあ、早速ですがメッセージ届いているので紹介したいと思います。ミミリこんにちは、ムネ先生です。ムネ先生いつもありがとうございます。いよいよ次の日曜から大相撲春場所が始まります。実は私もここのところ NHK の大相撲中継を見れてないので、NHK で夜中に放送されている大相撲幕内の全取り組みを録画しています。そんな番組が夜中に放送されてるんですね。さて今日は東日本大震災から5年、この5年を振り返ってみるとやっぱりスポーツっていいなと思います。スポーツは勇気と感動を与える平和産業だと思います。しかし最近はスマホやゲームがブームで、昔に比べると外で遊ぶ子どもたちが減ったかなと感じます。私は小さい頃から自然と触れ合う機会が多かったので、スポーツだけではなく自然と触れ合うなど、今の子どもたちには外に出て体を動かしながらいろいろなことを感じてほしいと思います。それではまた来週、アディオスということで、宗先生ありがとうございます。すごい考えさせられるメールですよね。本当スポーツは勇気と感動を与えるって私も思うし、あとね、芸能人の方とかこう活躍してる方をね振り返ってとか、こうとことんこうプロフィールなんか聞いてると、はたやねもう全国大会で、上位入賞をしている野球選手だったりとか、はたやもう新体操界では有名なお姉さんがモデルだったりとか、ダンスの大会でね、すごい名門学校に入学して優勝を毎年常連の学校でやっている子だったりとかね、女優さんとか俳優さんも何か一個芯が通ったことを一個やり遂げている方が多いなっていう感じが最近改めて私も感じることが多くて、外で遊ぶ子どもたちが減ったって感じますけど、本当そうですよね。というか外で遊べる環境が減っている気がします
沖縄市ね、新しい遊具が増えたりしていて、改善が見られるんですけれども、県外はどうなんですかね。でも何ですかね、東京とか見ても公園で遊んでる子たちってすごい少ないですよね。なんかマンションの前でたむろってね、小学生とかがこうなんていうんですか、 DS 片手にみんなで輪になってゲームをしてるみたいな体を動かせよミラーって思うんですけどね。まあスポーツしてる子はスポーツでお習い事というんですか、通ってたりするんでね、なんかねどうなんですかね、もっと体を動かせる環境があればとかね、イベントがあればいいかなと思って、まあ、ミミスポもそういうイベントをですね推進していければ発信していけたらいいなと思います。宗師匠ありがとうございます。相撲が始まるっていうことですのでね、まあ、大相撲もね、見ていきたいなと。私の出身の大学、大東文化大学でも結構ね、相撲部活躍していて、先輩で武州山だったかなお会いしたことがあるんですけれどもとかね、いたかな。はい、まあ、それつながりでですね、大東文化大学に私は通っていたんですけれども、ラグビーとかあと相撲あたり、今は駅伝に力も入れてるみたいなので、まあね、母校を応援するためにもですね、まあ、私も何かしらサポートしたいななんても考えております、同窓会というのもありまして、まあ、そういうのもねぜひ、沖縄出身の大東文化大学の方もなかなかいらっしゃるらしいので、お会いできたのは一部というまあこれから若い世代のね同窓会の方々もぜひっていうことを言っていたので、頑張ってほしいなと思います。リシタンさんからメッセージ来てますね。琴奨菊初日が大事、あさっては必見ということで、なるほどね。はい、じゃあこの辺で、コメントの方もですね、ツイキャスのコメントも紹介したいと思います。今日の一番乗りは、リオンさん、ミミリさん青森の女王おめでとうございますということでありがとうございます、ぜひ私の友達がやっている那覇の泡盛倉庫ってとこ行ってみてくださいということですね。行ってみます、本当にありがとうございます。この本当に私事なんですけれども、先日行われたね、酒造協会の方々が主催している泡盛の女王選考会に残りまして、はい、見事選ばれまして2016年第31代青森の女王の一人となることになりました。4月からいろいろやっていくというお話をいただいているので、皆さんね、まあ、パーソナリティのミミリー、そして青森の女王のミミリーとして応援してください。よろしくお願いします。そんな感じでいいですかね。じゃあここでもう一曲お届けしたいと思います。モンゴル800でアリトルワルツ。
さあ、お待たせしました。ここからはスポーツ各地各種スポーツのイベント情報をお届けします。まあ、試合情報ですね、いよいよ第一節3月13日16時キックオフということで FC 琉球さんのお知らせでございます。対戦相手は藤枝マイ FC、 ホーム沖縄県琉球キックスオフ2016シーズンオンということですね。2016明治安田 J3 リーグ第1節はいよいよ今度の日曜日16時キックオフ。ともに大幅にメンバーが変わった琉球と藤枝が沖縄県総合運動公園陸上競技場で対戦します。昨シーズンの主力選手が残る一方、リーグ戦初采配のキム監督の選手起用にも注目が集まります。試合前には4月にメジャーデビューの、ポートリバースによるスタジオライブのほか、今シーズン開幕戦もフリースタイルシュートが登場します。いいですね。3月13日日曜日はまず2時15分にシーズンパス保有者先行入場となっており、午後2時半からは一般入場の開始です。そしてスタジアムライブとしてポートリバースさん、そして4時からキックオフ、そしてハーフタイムにはフリースタイルシュートのパフォーマンスが待っております。来場者抽選会当選者発表なども盛りだくさんですね。2016のシーズンもいよいよ始まります。この機会にぜひ全力琉球ということで、今年はみんなの心を一つにということです。 FC 琉球の皆さん頑張ってください。今日ですね、私かけたい音楽があってですね、家からわざわざ CD を持ってきたんですけれども、なぜか今スタジオでケースをパカッと開くとですねCD が入っていないっていうはい、AK さんっていうトリロジーっていうねアルバムなんですけど、私が大学入りたての時に先輩からですね手作りの CD をいただいて、この中の曲でですね At My Best っていう曲がすごいいい曲で、私大好きでいつかかけてあげやろうと決めてたんですよ。で今日はちょっとあんまりねイケイケな曲をかけるのもどうかなと思って、まあこの曲かけようと思って持ってきたのに、ケースだけ持ってきてしまいましたっていうのをですね CM 中に、ツイキャスの皆さんにお伝えしたら、リスさんから CD あるある、付き合ってた人から返してもらった CD は中身が空っぽがちとかねそう忘れちゃったね。タロスケさんからもダメじゃんという一言いただいております。すいません。来週ねかけれたらいいなすいません。じゃあ引き続きですね FC 琉球のフリーダムという曲ですね、お楽しみください。さあ続いてバスケットボール
琉球ゴールデンキングスの話題をお届けいたします。3月6日キングスは3月5日の試合で高松に勝利を挙げプレーオフ進出を決めました。やったー試合後の会見では伊佐監督、岸本選手ともに勝った喜びよりも次戦に向けての反省をコメントしていました。前日の課題を克服し1秒でも長くキングスのペースで展開できるかどうかに注目が高まります。立ち上がり北川選手、金城選手のアウトサイドシュートが決まりキングスが主導権を握ります。対する高松もウィリアムズ選手、鈴木選手を中心にリングヘアアタックを仕掛け、前半終了間際には北川選手のスリーポイントシュートが決まりキングス3点リードで終えます。後半に入っても両チーム一歩も譲らないまま最終クォーターへ向かいます。ここで高松の猛攻を向けたキングスはリードを許し追いかける展開へ。一つのミスも許されない緊迫した状況を打破したのはキャプテン岸本。残り10秒力強くシュートを決め1点差に詰め寄ります。さらに3本のフリースローを確実に沈め同点に追いつきました。キングスが怒涛の追い上げを見せ会場の盛り上がりは最高潮のまま延長戦へ突入。延長戦へ入ってもキングスの勢いは衰えません。北川選手のスリーポイントシュートを皮切りに厳しいマークに合う岸本選手が6得点を挙げ高松の追い上げを振り払います。熱戦を繰り広げた高松との第2戦、最後まで高い集中力を保ったキングスが勝利しました。ライバルチームが勝ち星を分け合う中、着実に2勝を挙げたキングスは首位京都との差を縮め一歩前進することができました。しかし来週以降も西地区の強烈な戦いは続きます。キングスはアウェイにてバンビシャツ奈良と対戦。今回対戦した高松と同じくプレーオフ進出の望みがある奈良はキングスから1勝を挙げるために全力で向かってくることが予想されます。高松との対戦で得られた経験をプラスにさらに成長したキングスのバスケットにご期待ください。高松とのホームゲームは一つも負けられないキングスにとって重要な戦いとなりました。日曜日の試合終盤に高松を逆転を許す苦しい状況の中、延長戦に持ち込んだキングス、岸本選手が勝負強さを見せチームを勝利に導きました。内容の伴わない展開の中最後まで気持ちを切らさずプレー続けたことは今後の戦いにつながる大きな経験となりました。さて今週末対戦するバンビシャツ奈良とは10月のホーム開幕戦以来の対戦です。奈良は先週末対戦した高松と同様プレーオフ進出の望みがあり、この週末はキングスから1勝を挙げるために全力で向かってくることが予想されます。西地区で唯一首位の京都から2勝を挙げた実力のあるチームだけに一つのミスが勝敗を分けてしまう可能性があります。高松戦で明確になった課題が修正されているかどうか、キングスのプレーに注目できそうです。皆さん今後も応援よろしくお願いしますということですよ。まあ、今回はですね、次の試合はアウェーなので試合の様子は公式動画サイト BJTV にてご覧になれるそうです。詳しくは琉球ゴールデンキングスのホームページご覧ください。以上、琉球ゴールデンキングスの話題をお届けしました。さあこの時間でですね、 FM 小座よりお知らせをしたいと思います。まずは特別番組のお知らせです。沖縄の工芸が一堂に集う、買える、体験できる沖縄市工芸フェアが今年も開催中です。現在、14日までの4日間ですね、沖縄市プラザハウスショッピングセンター内にて開催されています。また FM 小座では明日3月12日土曜日13時から夕方4時までの3時間沖縄市工芸フェア特別番組を生放送でお送りします。 MC は毎週日曜日夜8時から放送している SPC がの上間一生さんと千葉優さん、そしてアジクータラジオ木曜アシスタントから屋良あゆみさんです。そしてですね、三里高校も卒業しましたけれども、土曜日にラジオを担当してくれていた風子ちゃん、そしてみゆちゃんがリポーターとして参加してくれるそうです。ぜひですね、会場からプラザハウスからお出かけ放送となっていますので、会場でもそしてラジオでも
ぜひお楽しみいただければなと思います。応援メッセージたくさんお待ちしていますので、よろしければメッセージお待ちしております。メッセージの宛先は761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でございます。もしですね、会場に、いらした方はですね、ちょっとFM こそちょっと覗いたよっていうメールもですね、送っていただければラジオ内でたくさん紹介したいと思いますのでですね、皆さんメッセージ送ってください。私は今回裏方というか横で、AD と言いますかねちょろ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 動いてると思いますので、見かけた方は声かけていただけたらですね、嬉しいなと思います。よろしくお願いします。それで会場で皆さんお待ちしておりますよ。さあ続いて FM コザより特別番組の第2弾お知らせでございます。特番ゆかち卒業スペシャル。わーおわーお朝8時から、ね、10時まで前オアシスという朝の情報番組の木曜担当のゆかちさんこと三宅ゆかさんが3月いっぱいで前オアシスを卒業します。 FM コザでは卒業そして送別会を兼ね3月17日木曜日の夜に前オアシスの特番をお届けいたします。時間は夜7時から9時までの2時間。夜のテンションでお届けすると一体どうなってしまうのか、ぜひお楽しみください。みんなでゆかちの旅立ちを応援しましょうということの特別番組のお知らせでございました。月曜日から金曜日までね、毎日違う女の子がパーソナリティをしているんですけれども、それぞれ個性があってね、でもね、人なんていうんですかね、ギュッと5人が集まるチャンスってなかなかないんですよ。みんな忙しいからね、それぞれねだからすごいこの特別番組は、レアの中のレアだと私は思います。まあ、私もですね月曜日担当しておりますので、もちろん この、特別番組参加するんですけれども、多分ですね MC は山内さんがやってくれるのかなと思います。なんか際どいところまで聞けるのは、まあ一番はボスなのかなと、ディレクターをしているね山内さんとメグさんから際どい厳しい質問が飛んでくるんでしょうか、その辺はですね、まあ来週の木曜日ということで皆さん楽しみにしてください。イベントページFM コザの Facebook のイベントページでも、まあ、参加者募集ということでですね、招待をしているので、聞けそうな方はですね、ぜひ参加するみたいなやつに入ってください。よろしくお願いします。続いて、東南植物楽園よりスタッフ募集のお知らせです。東南植物楽園では、グリーンボランティアスタッフを募集しています。グリーンボランティアとは、スタッフ同士、地域の交流、実践的な植物育成方法を学びの場を提供。命の尊さなどを仲間と共に学び、体験し、参加者、家族、地域の皆様が集い、より良い社会貢献活動発展の場とすることを目的とし、植物を育てるたり管理したりするイベント活動を行うそうです。参加者は園芸作業に興味のある小学生以上の方、小学生の方は保護者の方同伴となります。活動期間は4月14日から9月26日までの祝日を除く月曜日、時間は10時から12時までの2時間、人数は30名ということです。募集の締め切りは3月21日月曜日までとなります。その他詳しい内容やお申し込み方法につきましては、東南植物楽園ホームページまでご確認、お問い合わせをお願いいたします。以上、東南植物楽園よりお知らせでした。それでは最後に、
FM コザよりお知らせです。 FM コザではまだまだボランティアスタッフを募集しております。仕事内容は取材スタッフ、地域のイベント、各種記念写真じゃないよ、各種記者会見、番組をインタビュー取材など、そしてイベント中継スタッフとしてお出かけ放送現場スタッフのボランティアスタッフを募集しています。対象者は18歳以上の男女問わず、ラジオ業界に興味がある方、地域活動に興味がある方、社会勉強の一つとして活用したい方となっております。初心者大歓迎、ご友人と一緒に参加も OK です。まあ、高校生はですねできないんですけれども、よろしくお願いします。またFM コザで番組やコーナーを持ちたい方大募集。 FM コザで番組やコーナーを持ってみませんか。月1万円から気軽に持つことができますよ。仲のいい友達や学校の同級生など仲間と一緒にラジオで喋って輪を広げましょう。どちらもご希望の方、詳しくお聞きになりたい方はお問い合わせください。電話番号は 098-934-8653、098-934-8653。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp です。ゆうさんからもコメントいただいております。あー、仕事したいなーと、でも遠いわーと手伝える時だけでもいいのでですね、ぜひボランティアスタッフ登録をしていただければなと思いますよ。皆さんお待ちしております。それではここで一旦 CM です。Listening to Mimispo on 76.1 FM Koza.
この時間はミミリーのスポーツ情報番組ミミスポをお送りしております。まあ、ダダダとですね CM 前にお知らせありましたけれども、まあ明日ですね FM 小座ではお出かけ放送がございまして、沖縄市工芸フェアですねがございましてですね、今昨日から始まりまして、木金土日の4日間プラザハウスのショッピングセンター内で開催中で、私木曜日じゃなくて水曜日の夜にちらっとですねあのプラザハウスにお邪魔しまして、下見というかですね軽く見てきたんですけど、いっぱい Facebook のイベントページでもたくさんあの飾られていて、去年は私 FM 小座入ったばっかり何も知らないままこのイベントにあの裏方で参加したんですけど、今年はもうちょっと即戦力になるかなという感じがしてます。はい、ねえあんなに一つの場所にギュッといろいろ見れるのってなかなかないので、あとこのお店の方って直接ねお話ししたり、こう手作り体験コーナーも結構充実していて、個人的に私この土曜日終わった後に日曜日にねゆっくり行こうかなって思ったぐらい、改めてプライベートでもお邪魔しちゃおうかなって思った感じもするので、ぜひですねラジオを楽しみつつ会場にお越しいただいてやっていただければなと、ぜひお越しいただければなと思います。皆さん明日ラジオ会場遊びに来てください。よろしくお願いします。さあメッセージが届いているので紹介したいと思いますよ。青の軍団さんから、チース女王様ありがとうございます。今日は震災のことを考えながらいつものように元気に生きていることに感謝して放送しないとというアドバイスですね。ありがとうございます。本当そうですね。はい、あれから5年私は、その日も関東にはおらず東北にもおらず大阪にいたんですけど、その次の年はもう国外にねいましたので、何かとね本当にこうやって元気で仕事できていることに感謝していかないとなと思います。青の軍団さんからリクエストが届いているのでここでお届けしたいと思います。青の軍団さんからのリクエスト、The Blue Hearts で終わらない歌。
時刻は2時45分を回るところです。この時間はミミリーのスポーツ情報番組ミミスポをお送りしております。先ほどお送りした曲は青の軍団さんからのリクエスト、ザ・ブルーハーツで終わらない歌でした。今ツイキャスの方でコメントが、滋賀の方から聞いてくださっているゆうさんという方なんですけれども、以前はこういう放送関係もなさっていたということで、デンマルさんにいたみたいですね。そのデンマルを知ってるとはさすがだというコメントなんですけれども、ね、私北京オリンピックにジャパンハウスというところでお仕事をですねさせてもらったんです。その時に、デンマルさんもですね一緒に来ていて、いろいろですねお仕事を一緒にさせてもらったことがありました。ジャパンハウス3週間、缶詰1日、午後休をもらえたのかな、午後休をもらえて、それで観戦ですね、北京オリンピックの時の、今でも覚えてます、日本対オランダの野球をのチケットをですね譲っていただいて応援に行きました。その時ですねちゃんと、勝ちましたよ日本選手。はい、でジャパンハウスは、日本のパスポートを持っていないと入れない、または、記者の方しか入れない場所なのですごく安全な場所なんですけれども、北京オリンピックの時は私まだまだ学生だったので、社会人経験がほぼない中、でお仕事をさせてもらって、たまたまですね知り合いの方が中国語を話せる子を探しているということを紹介を受け、帰国後半年も経たずにまた北京に戻るっていうでもね半年でもだいぶ、はい、北京変わってましたね。はい、ということでただいま2時46分を回っております。東日本大震災から5年が経って、それぞれ皆さん黙祷をしていたり何か思いがあると思いますが、これからも FM 小座ではですね、復興に向けて何か支援ができたり協力できることがあればと思っております。ということでここで1曲お届けしたいと思います。ジャクソンファイルプで I'll be there をお聴きください。
さてさて、お送りした曲はジャクソン5で I'll Be There でした。最後になりますが、琉球コラソンさんからのお知らせです。2015-2016シーズン最終戦について、 2015-2016 シーズンはプレーオフが進出できない結果となりました。しかしホーム最終戦がまだ残っており、来シーズンにつながる試合、またこのメンバーで戦える最後の試合となっております。当日に関しましては那覇飯のイベントを重なっていることもあり、混雑も予想されますので、公共交通機関のご利用強くお勧めいたしますということです。はい、リーグ最終戦の日程は3月13日日曜日、13時開場、14時開始となっております。場所は沖縄県立武道館、対戦相手は枠永製薬さんとの戦いです。はい、当日は引退選手のセレモニーなどもございますので、最後の勇姿をぜひ見に来てくださいということです。詳しくは琉球クラソンのホームページまでぜひ公式ウェブサイトチェックしてみてください。以上、ハンドボール琉球コラソンの話題をお届けしました。さてさて、そろそろエンディングの時間となってきましたよ。今日はですね、ベストカバーズもっと日本のアルバム、中康介さんのアルバムから瑠璃色の地球でお別れしたいと思います。あっという間の1時間ミミスポ、今日もお付き合いありがとうございました。ゆうさんとは何かとジャパンハウスでお会いしたのかっていうのがですね、浮上しまして、北京での思い出ですね、もしまた聞いてもいいのかな、聞いてもいいんであればメッセージお待ちしております。それではミミスポ、お相手は FM コザスタッフミミリーでした。皆様、今日は3月11日、震災から5年が経ち、またいろいろ考えること、協力できることたくさんあると思いますが、これからも FM コザは、そして私は何か協力できることを、できることから頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。また来週。